影響期は、室町時代の影響の乱、有機合戦からその後の東北情勢を描いた、軍機物。内容は諸史料と比較しても正確で信頼性が高いとされ、現在まで多くの歴史学研究で利用されている。成立年代、作者共に不明だが、影響の乱、有機合戦の諸軍機はすべて、鎌倉持勇時期が源流にあることが明らかにされており、影響器も、 外当部分は、鎌倉持ちうじきをリライトしたものとされる。軍記物としては、文学的な殉職も少なく、全体に公平な立場から実力的に書かれているが、必して、関東管理、上杉のりを中心として賛美する傾向がある。また、影響器と、ほぼ同内容の軍機に、有機洗浄器があり、伝本の一つとも評されている。影響器と、有機洗浄器を比較すると、 有機洗浄機の方がより母本に近い前本とされるが、両機間の関係は必ずしも確立しておらず、影響機といった形で、両機を併記することもある。影響機、有機洗浄機ともに、伝本の多くは、足利市の警符をはじめに記し、影響の乱、有機合戦の顛末、鎌倉府最高長京の乱で、山内、大木谷、上杉氏が戦った小見原合戦や北条、 総運の登場までで構成されているが、本来の形は、小賀城寺までの全15章で、大田道館寺一家は、大田道館木を元に後から挿入された可能性が指摘されている。梶原正明、室町、戦国軍記の展望泉書院、2000年、日本の歴史書120選、歴史と旅、臨時増刊第20巻第12号、秋田書店、 1993年、黒川振動、尾瀧厚志向、日本歴史文庫、第六冊、梅松論、明徳期、応英期、英教期、終文館、1911年、ありがとうございます。